マネージャーさんに確認してもらってる途中だから、また OK 出たらツイートします。今日も嬉しい、メンバーのプロフィールあってすごかった。嬉しいまあね、血液型とか、そう、当てれましたよいちごのあれ、ニックネームも、あの順番もね、その通りに言えたギャグまた次の機会にあるかもね。今日特に嬉しい。私も個人的に今日髪自分で巻いたんだけど、でメイクも自分でしたんだけど、最近で一番いい感じできた気がする。写真撮ってやいい感じじゃない。あとね、あのそのスタジオで写真もね、一応に撮ってもらったから、明日とかからおはよう投稿で使えそうな感じで撮れたから、楽しみにしてて。いい感じじゃない今日はね、髪飾り普段つけても2個だけ、今日3つつけてみた。今日学校からのクラコンだったんだけど、くだらないとったんだけど、あのその間にねピン買いに行った。この服に合う感じいいでしょそう、全身写真、一応撮った。確かに全身写真もしたい。今日可愛い服着てるんよ。一応撮ったけど、いい写真がなかったってこと。分かんない、良さそうなのがあったら使うね、ありがとうそう、お嬢さんって感じ、嬉しい。これがリボンだったの、いいでしょ似合う、嬉しい。前髪もなんかいい感じじゃない。最近最初パッツンにしようかと思ったけど、なんか今日ここでちょうど分けたらいい感じになりそうだったから分けてみた。いい感じじゃないそう、今日2回と走れた、あ、そりゃよかった。私も今日帰ってきてギリギリできるかできないかかなって思ったけど、思ったより早く帰ってくれたからできてよかった完璧、嬉しい。みんな分かった？プロフィールのやつ。私引いたのだけはさすがに出てこなかった。そう、血液型とか覚えやすいけど、とてもいい感じ、嬉しいゆるく巻いてるんだけど、可愛いでしょ、可愛い。そう、ザバは知らんかった。おー、なるほどなるほど。献血は分かった。お、すごい、結構難しい問題だと思う。 DD のいいね、強かった、やばいね、バチバチは出てこんかったね、まつげ。そうなの、飛行機の中だけど今日よく見える。おー、よかった全くだった。あ、そうだったんや。あだあだ足りませんねね、メンバークイズ強いでしょ。でも3期でやったとしても強いと思う。そうもうさ、見てくれた人ならわかるけどさ、あのあれ、私のさ2個目の方のさ、パワポの方が、なんか3つ写真が出たじゃん1枚目がパンジーだけ花で、2個目が野球で、で3つ目が謎のあのコンセントみたいなあれ、みんなだったらなんて言うん、むずすぎんやれそう、身長くらい余裕でいそう、言えるかもしれん。引いた優だね、岡山組が弱かった、あ、計算中はしたの、そう、パンジー春か、春なんかそれはちょっとやらかしたけど、まあ、そう、ランケーブルか、なんか情報で習ったことあるかも、熱々ケーブル、そうあのケーブルむずいよね、夏の、あれはさすがに難かったよ。でも2個目のさ、野球とかうまく言えたくない。どうしたどうした、合計180分になればいいんだ、頑張って、ならない、180分だもんね、うん、180分になればいい。クラコンであざといセリフやったら出そういつかあったらいいね。いちごは明日のね、あれです、あのタイムスケジュールを考えてる。今日からさ、ビスのイベント始まったみたい。多分いちごがね、このあと15分から配信するから、よかったら星とか投げてあげて京都優勝しましたね。京都の学校が優勝でしたね、今年は。そう、自治問題自治問題みたい。2時間、あ、ここがバグってる。京都がそう優勝してたの、甲子園の2時間
決勝の日最後の日私学校だったんだけど、学校でいる時間の中でちょうど勝敗が決まって、友達が私はどこだってって言ってたから覚えてた。来年岐阜が優勝する今年もね惜しかったもんね。いちご応援しぼる、嬉しい、よかったらいちご、いちごのとこ行ってあげて。みんな今日私ね、いちごの配信をちょっとだけ覗いてたね。この配信に来てくれてるね、みんながねいて応援してくれててね、私も嬉しかった。何がタイムスケジュール考えるの、感激の方でみんなが優しくて、だってみんなが言ってくれたおかげでいちご喜んでいます。この後15分からいちごするらしいから、本当に計算できない。じゃあ中くもとか、うん、ぜひ行ってあげてね。あ、ごめんなさい。そうパンジー夏には咲かない。あ、問題がやっぱでも難しかったね。時間10でしょ。そう時間10で30。ここがバグってるんだ。ボール似てる写真、あれ謎だよね。ね、あれ趣味、私趣味やばい。うん、なるほど。いちごのもうまかったよ。難かった。ネイルとかめっちゃいい感じだった。なるほどね。ネイルの問題。合ってたよね。ね。話が。そう。時間とか言ってあげて。15分かららしいから。今ね、まあ3期生は基本みんな同じ感じのスケジュールだからあれだけど、あの3期生8月25終わっても予定あるから全然あるし、そう明日とかも予定ある中みんな配信するから。そう、みんな応援してあげてね、3期生2人で一番してたら見るのやばい。でも一緒に見えたいなって思う。頭の回転はピカーやね。ピカ、ピカ1かピカーかと思った1がさ、ピカーかと思った。今のでさ、うん、頭の回転ね、頭の回転悪いの、割れた。いや、頭の回転いいと思う、いいと思うピカ1ですかも。できた、よかったよかった。え、合ってるこれ。合っとるんか、合っとるんかいな。ライブ楽しかった、こちらこそありがとう。明日起きれる？いや、昨日と一昨日頑張って起きたからどうにかな。うん、今日と昨日と起きれたからどうにかなる。違う、僕がされてあげるよ。うん、待って15分、待って、まあ、合ってるこれピカーかと思った。ピカイチがちょっとバグっただけ。そう、バグっただけだから。そうなの、ピカーやばい。ピカイチがピカー見えた。え、でも歩くない、なんか口とロとかさ一緒じゃん、ほぼ。あれ、なんかおかしい。ピカーやばいでも待って、落ち着いて考えて。かなりうまくいったはず。30、いい感じな。めっちゃ今日前髪とか綺麗じゃない。髪型いい感じできてる、嬉しい。ピカーやばい。ピカーマジでやばい。真面目にね、2回か3回ね頭の中で考えたけど、ピカイチが出てこなくて、口に出したら出てきた。あ、ピカイチかってなった。そうそうなの。次回もね、誰が出るか楽しみですね。70になるか。じゃあ10分足りない、また出たいね。で、今日の深夜25分、0時25分からはクラコンもあるので、そっちの方はちょっとね、私だいぶねあわあわしてるような気もするんだけどぜひ見てください。難しかった、初めての。そう、見渡してる気がしてた、嬉しいそう、雑誌の撮影した後みたい、嬉しい。そんなに虹がいいって言いたいの、嬉しい。30、10、10、金目指すと、そりゃすごい。10、10、20、50。クラコン、そっか、 TVer とかねあるからぜひ見てください。楽しかったなクラコン。ケンタウロスのが個人的に面白かった。そう、1時ぐらいから見るね。そうだね、終わったらクラコンのリアルタイムのが終わってからかな。ぜひ見てね。ヘアピン、これはね、なんてお店だっけな。なんてのこれ。ちょっと出てこない。300円の。3コインズではない。でも300円の。サンキューマーケット。ではない。なんか 300LI みたいな。LI。300。スリーピー。でもない。
まあ、300なんとかみたいな名前のところ、その後は英語300なんとか、あのー、さ、あそこミスドとかさ、サーティワンとか入ってるとこに入ってるさ、アクセサリーとか売ってる、なんだろう、お洋服屋さんとか近くにある、わかるよ、1回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 そう、わかる、なんて呼ぶんかわからんけど、わかるけどわかんない、そう、300円の、そうやつ、かわいくない、なんか普段2個だけど、3つつけるとさ、よりなんか綺麗に見える、今日の服とも合ってる感じするよね、いいでしょう300円の、まあ300円のショップ、そう、3コインズではない、そうなの、そう、ヘアピン、え、そう、ヘアピン好きなんよね、なになに、急ぎすぎてさ、メールでみんな確認してって送ろうと思ったらさ、みんな確認しれってそう思っちゃった確認しれマネージャーさんにメール止めてくださいって言ったら、いや、のメールちょっと間違った、そういうこと、そういうこと、先週はリアチューが面白かった、え、先週の私何気にさ、あれやったん、レッスン中だったから、あの8月25の見れてないよ、そう、途中で8月20、その4人は8月25のレッスン抜けてくだらないと言ったから、ちょっと気になるな、それもちょっと通りました、確認やばい、まつげいい感じ、え、嬉しい、そう、めっちゃいい感じでしょ、いい感じヒーターほどバチバチではないんですがサンモールの中にあるやつ、え、そうそう、サンモールだよな、そこって、そう、そこそこ、ピンの言うには嬉しい、そう、ピンいいでしょ、ギャンギャン、まあ、通じればいいよねポストの、え、ポストの OK 出たから、22時に終わってすぐにツイートするね、みんなリプ待ってるね、ハートもリツイートも、わかった、あ、いちごじゃあ1位ね、シチューいちご頑張って、いいよ、ちょっとでもさ、ずるくない、投稿した瞬間を見てさ、できた、確かに、じゃあいちごより早くいいねできた人が勝ちね負けないじゃあ57なので壇上読んで終わります、18から18、なおくんと毎日ユニアのことで頭がいっぱいよさん、17位ドグラスさん、16位レグルスさん、ドグラスさん、レグルスさん似てる、15位ブレイクラインさん、14位東さん、あー超えてたもう18からいきます、18位東さん、17位ブレイクラインさん、16位なおくん、15位まっちゃん Q さん、14位ゆちにゃん、13位きよにーさん、12位福太郎あとやみずさん、11位なるみあとさぬきうどん大学卒さん、トップ10、10位ももさん、9位ラベンダーバージョン KA さん、8位ヨータンとズマミンさん、7位小さいおっさん、6位スマテさん、そしてトップ5、5位カズカズくん、4位ヤマシンさん、そしてトップ3、3位ナスちゃん、2位ワンタさん、そして今日の第1位はどこ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 、今日のランキング1位はうまちゃんといちごルームにも行くぞーみん、いひひひひひさん、ありがとう、いちごは15分から配信らしいから、はい、よかったら今あるさ、あのやつ何キラキラとかをね、いちごとか投げに行ってください、私もさっき実はいちごの配信の時にね、あの名前とかアバターを変えてたけど、あのギフト投げてたんです、キラキラと、あの配信でさ、集めなんかコイン集めてさ投げれるじゃん、実は言ってたんですよ、そう、あ、ハートこうやってやられてる今よかったら、それとくだらないと深夜0時25分からぜひ見てください、あ、くだらないとじゃない、クラコンですぜひ見てください、よろしくです、では最後にさ、せっかく今日可愛いからさ、スクショタイムをして終わりますね、今日いい感じじゃない、メイクも髪も、また今日撮った写真あげるね、カシャカシャやばい、どうどうどういい感じ、今日特にいい感じ、嬉しい、
嬉しい嬉しい、いっぱい可愛いって言ってられて。ありがとう。じゃあまた0時25分のと、もし見れなそうだったら TVer とかでぜひ見てください。じゃあ終わります。バイバーイ。バイバーイ。終わる。スクショのツイート、え、待ってる、嬉しい。